久美です。はい、ここバリ島に来てます。暑いっすね、日本と違って。はい、今日から、バリで修行していきたいと思います。波はちょっと下がっちゃったみたいなんですけど、ファンウェーブでやっていきたいと思います。よろしく。バリで臨むのはこの長いシェイプの板です。 5.8 ちょっとロッカーがきつくはないんで、取れたらちょっと弱いかもしれないですけど、この長いシェイプで挑みます。おはようございます。これからサヌルビーチの波を待ってて、できたらちょっと海入って、できなかったら違うところ行きます。よろしくお願いします。はい、今日から スーパーガイドよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もっちゃん、バリ一番のサーフガイド、ありがとうございますと思ってますので、よろしくお願いします。はい。で、もっちゃんから基礎中級者サーファーに対して課題をいただけると嬉しいです。 OK、 頑張ります。頑張ります。あ、だから教えて。 OK、 これから今教えてあげます。今言わなかった意味ないでしょ。まあ、コーヒー頼むなよね。コーヒー頼むなよね。どっちかなでもこっちの波あまりハードじゃないから、まあとりあえずパニックしないし、で足のちょっとボトムダウンのスピードやって、でなんかフラッグのところがあって、あそこでリッピング。パチンのこっちの波がパチンできないから、ランハウスみたいな。はい、それ波の際、そう波のトップからで下行って、でまたランドハウス、ランドハウス、じゃあランドハウスをちょっとやってみます。